でしたかって。その聞き方すごいな。僕が大変やったんだよ。大変自慢。だからこれね、靴がもうびしょびしょだったんで、スリッパ買いに来て。靴下買ってスリッパ買って。ありがとうございます。じゃあそれで帰るの？いや、あの、で、ちょっとあのドライヤーを持ってきていただいたので、ドライヤーで靴を乾かして帰ろうかなと。モンキースリッパで。もうこれが言えたらいいですね。じゃあ、ありがとうございました。ね、そう、久しぶりなんですよね、この3人ね。いや、もう。うん。